ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 ウィリアムズは2024年のサージェント残留を決定の話題です。ローガン・サージェントが2024年もウィリアムズでのポジションを維持することが発表されました。サージェントは現在唯一のアメリカ人ドライバーです。2024年は今年以上の活躍が期待されますね。サージェントは2024年のシート獲得にあたり次のようにコメントしています。2024年シーズンもウィリアムズレーシングで戦えることを嬉しく思う。このような才能豊かで献身的なグループの中でドライバーとして成長し続ける機会を与えてくれたことに感謝している。将来に向けてエキサイティングな計画があり、来年のチームの成功に貢献するのが待ちきれない。ウィリアムズのジェームス・ボールズ代表はサージェントを起用した理由を語っています。2024年シーズンもローガンと共に歩めることを嬉しく思う。ローガンは世界の舞台でプレッシャーを受けながらも絶大なスキルを発揮してきた。私たちは彼の能力に絶大な信頼を寄せており、来シーズン共にさらなる成功を収めることができると信じている。 F1 自体はアメリカ市場での人気が以前より冷めてきているのではないかと噂されています。アメリカのビジネスインサイダー誌は次のように語っています。ネットフリックスのドライブトゥーサバイブによって F1 は憧れのアメリカ市場を広げていた。しかしあれほどの宣伝にもかかわらず、その成長を脅かす問題が起きている。今年のレースはつまらないし、アメリカ人ドライバーも良くない。圧倒的な強さを誇るレッドブルのチーム代表であるクリスチャン・ホーナーはブルームバーグのパワープレイヤーズでアメリカでの F1 の成長について質問され、アメリカ人ドライバーがいるだけでは不十分だと指摘しています。最終的にはホームヒーローが必要だと思う。ただそこにいるのではなく、世界選手権やレースでの勝利のために第一線で戦っているアメリカ人ドライバーが必要なのだ。アメリカ人オーナーのハースチームが弱いという面もアメリカでの人気が伸び悩んでいる要因でもあるそうですが、サージェントには頑張ってアメリカのヒーローを目指してほしいですね。 F1 ウィリアムズは2024年のサージェント残留を決定の話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。